はい。あ、じゃあ、ヨガの塩粉いく？はい。確かめてみるわ。めっちゃ芋丸々入れてた。めっちゃ芋。めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。はい、もうじゃあ次クラシックほうじ茶クラシックティー。うん、待てよ。喉乾いてるから。喉するから。美味しい。美味しい。ほうじ茶。いやよ、もう語彙力ないで。めっちゃ今ほうじ茶やで今で。でもほうじ茶、まろやかなほうじ茶。まろやか言うただけ。やってみね。うん、今。うん、今。今やな。ほんまに今やわ。生やからな、それ美味しい。美味しいな。ちょっとやっぱ甘さが来るな。後でつけたか。次、うん、あ、おじちゃん。おじちゃんやん。まろやかな、おじちゃん。いや、結構おじちゃん。次のターン
由は先言いましたけれども、え、言ってないやんな、え、言ったね、え、言ってた、薬が効きすぎてて、あ、え、薬が残ってたやんな、多分残ってたっていうか、よく聞いちゃったのかな、聞きやすくてよかったな、でも、うん、聞かんより聞く方がよくない、うん、まあ一回休憩ってことやな、そう、体の調子を整える、まあ一回、まあ、薬も抜いてって感じかな、じゃあ、まあまあ、うん、なんか移植の後の生理って結構重い、そうなの、言ってる人は結構いるねんけど、そんなに薬飲んでないから、そんなに私は飲んでないから、うん、そうなんや、今日は、久しぶりに妹と二人で、めっちゃダメ、何年ぶりやろ、2年、え、2人だけなんてもう 何年ぶりやんの、3年、4年ぐらい、いや、もしか下手したら5年ぶりぐらいかもしれんな、妹は2人子供がいてて、今5歳と、もうすぐ2歳子供がいるんですけど、だからもう、うん、生まれてから来てないかも、来てないかな、でもさ、絶対さ、なんかまあ妊娠中とかもさ、まあ普通に遊びには行ってるけど、絶対さ、ゾンもおる旦那ね、ゾンもおるから2人ってなかなかないよな、ないかも、ほんまにないかもしれん、5年ぶりくらいだから正味で、そうやな、まあ休憩するする言うて初めて休憩したな、4時間後ぐらいに、めっちゃ歩きました、まあ言う、あ、あれは言わんね、サプリ、あ、なんか病院の先生に、まあ、着床しやんかった原因とかはあるんですかって聞いたら、まあまあ卵の質かなみたいな感じやって、で、まあ、できることとしたら、なんか腸内フローラ、膣と腸内の、まあ、環境を良くしましょうっていうサプリがあるみたいで、それをほんまに頑張るんやったら1日2錠で、まあ、やってみようかなぐらいやったら1日1錠で、60錠入ってて、まあ、1000円って言われました。で、今日は、まあ、とりあえず買わなかったんですけど、まあ、それも検討しようかな、もうずっと混ぜてるやん、ずっと混ぜてるからな、そうなん、ずっと混ぜてるから、もうないやん、面白いね、無意識やわ、ほんま、ずっと混ぜてる、ずっと混ぜてた、面白いね、じっとできないタイプ、今日まさかの視聴者さんにお会いしました、よかったな、嬉しかったなんかまさかの一緒の病院で、世間は狭いわ、狭いな、びっくりした、嬉しかったです、ありがとうございます、初めての移植って言ってはったし、めっちゃ親近感湧いたから、一緒に頑張りたいって感じになった、まあ心強いよな、心強いっていうか、まあ一緒に頑張ってる人がいるって思ったらな、まあ病院が一緒じゃなくてもさ、めっちゃコメントくれんねん、みんな優しいな、優しい、まあ頑張れるよな、一緒の人がいるっていう、そう、みんな頑張ってやってるから頑張ろうと思うな、そう、さあやっぱ言われへん言いにくいな、そうそうそう、だから結構次病院行くのはめっちゃ先になるけど、まあリラックスしてストレスためずな、楽しんだらいいんじゃない、その間、そうやな、
そうそう、早く旅行行きたい。沖縄、沖縄行きたい。年末沖縄行きたい、ほんまに行きたい。だってあれも2年前だな、最後に行った3年とかじゃん。3年前もう、そうやな、いや2年、あ、3年や。めっちゃ行ってないな、言うてたかな。かわいい。今日は追い込み一個がいない。なんか変な感じよな。めっちゃ変な感じやけど、まあゆっくり見れるわ。いや、ほんま貴重な時間や。あ、おってん。え、ないないない、全然ない。もうないってどういうこと？いや、もう味しめていけるな。いや、でもまあまあまあ、あんまないな。甥っ子が好きやから、姉のことだから、今日も行きたいっていうのをこうな、ごまかしながら、ごまかしながら置いてきたっていう。そう、ラブやから見てられへん、服を連れてきたらな。ぐらいかな。せやな、めっちゃ混ぜるな。でもじっとできへんな。なあ、すぐ混ぜるわ、すぐ溶けるわ。買い物して、そう、巻きでやらないとね。いや、そこの服屋さんもめっちゃ見たいからな。え、そこミスティックとかユーティアビュースとかもやっぱ見たいし、ジャーナルも見る。巻きで見なあかん。いや、見れへんねんけど。人の時計見た。やばいって。見えた、見えた。めっちゃ見とったけどな。よし、バイバーイ。バイバーイ。チャンネル登録よろしくね。チャンネル登録はもうめっちゃしてくれてる。いつもありがとうございます。これからも姉をよろしくお願いします。バイバーイ。うん、これどれがいい？そう、死んで可愛くて。OK、 これこれがキラキラね。キラキラな。こことかいいじゃん。めっちゃ面白い。結構薄くもできるし、濃くもできる。なんかラミがめっちゃ大きいから、めっちゃキラキラなの。しかもさ、これもいけるじゃん。これもいけそうじゃない？その上から重ねてもいいしな。これ？どれ？これがちょっとおすすめ。これ？そのまま薄くいって、手で広げたら、手でぼかしたら、そうそう、あの、そのなんていうの、リップにもいけるし、チークでもいけるから、めっちゃ楽じゃないの？めっちゃ上までいっても広げてもいいし、二重ラインだけでもいいし、変わらん？このさ、ゴールドのさ、キラキラを黒目のなんかどこだけに入れるとか、目頭だけに入れるとか、全部引くとか。いや、もうこれめっちゃ可愛いな。めっちゃ可愛いやろ。これこうやって、これを下地にまたでも目頭できるかも。これめっちゃいいやん、目頭とかも。うん、そう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 、いいよ。あ、かねてた。もう、あ、ダメ。どう？本当？そんなさ、ギャルみたいにならへんよ。かわいい。うん、いいと思う。いいな。かわいいやん、めっちゃ。これ全部ってこと？マイク忘れてたみたいな。やばいな。食的な
今うん、そんなずっと使ってなかったんけど、最近ずっとこっちにしてる、うん、秋っぽいからかな、これか塗ってみんな、うん、あ、でもこっちの方が好きかも、濃いこっちの方が、うん、どう、こっちが、あ、こっちの方がいい、うん、そっちの方が今はいいな、今はな、なんかつってくる、うん、これで、うん、ここブルーシューって、うん、で伸ばしてどっちがいい、でもかかってもかわいいやろ、かかってる方がいいかも、こう、うん、めっちゃいい感じやん、これもいいじゃん、似てる、似てるね、やつ、うん、似てるな、前髪切ってかれた、そうか、どう、いいよ、いい感じ、いいよ、うん、いいよ、いいね、うん、どれ買う、買いやすいから、どれ、え、どれがいい、ゴールドは絶対買おうかな、これな、これも買った方がいい、シャドウは誰やろ、全部2個やな、買って、うん、いいね、うん。